はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。遊戯王界最強のかませ犬沢渡龍吾です。さあ本日なんですが、魔界劇団がね新パックで登場したので、本日診断一発目は魔界劇団でやっていこうと思います。テキスト長っテキスト長っ、読むの嫌になるわこんなもん。魔界劇団モンスターなんか色味全部同じで、パッと見どれがどれか全然わからんみたいな話なんですけども、一応どういう動きするかっていうと、まあちょっとね対戦とか見てもらえば一瞬でわかるんですけど、ペンデラムスケールを貼りまして、でペンデラム召喚をして、でそのペンデラモンスターで殴っていくっていう、まあ、ペンデラムビートみたいなねデッキになってますと。でまあ一つ一つ効果を説明していくんですが、まずねエンジンですね、魔界劇団のメロマドンナ、これは、ペンデラム効果でね1000ライフを払うとデッキから魔界劇団を持ってこれるっていう効果あるんですよ。これがめちゃくちゃに強い、このカードが本当に強いです、メロマドンナ。要するにエアーマンですわ、これがペンデラムスケールに貼るエアーマンで、こいつ特殊効果、モンスター効果も結構強くてね、モンスター効果で魔界台本っていう魔法カードが発動されると、レベル4以下の魔界劇団をペンデラムモンスターをね、デッキから特殊召喚できるよってモンスター効果も持ってるんで、これめっちゃ強いと。で、ただし、デメリットがあって、もう文字ちっちゃいな、これ本当に。ペンデラム、魔界劇団ペンデラムモンスターしか出せないっていう、そのサーチ効果使うと。だから、そのエクシーズモンスター効果一応入ってんだけど、出せないんだよね、ほとんど。だから基本的にメロマドンナでサーチしてきて、魔界劇団モンスターを出してビートしていくだけです。じゃあどうやってね除去をしていくかっていうと、この魔界台本魔王の降臨っていうこのカードですね。このカードが、攻撃表示の魔界劇団モンスターの種類の数、フィールドの表が表示のカードを割れるよっていう効果なんで、これね表が表示しか割れないのがちょっときついんだけども、まあ、モンスターとかだったら全部割れるんでね、対象に取れれば、しかも魔王の降臨は魔界劇レベル7以上の魔界劇団モンスターが存在していると、この効果の発動に対して効果チェーンできないんですよ。だから無効にされません。基本的に例えばレッドアイズスラッシュドラゴンとかああいうので無効にされることがないと、これすごい強いです、この効果で。レベル7以上のモンスターが、メロマドンナとかビッグスターとかデビルヒールになってるっていう感じですね。でこのカードをねサーチできる超安定したモンスターがいて、それが今回のこのビッグスターっていうモンスターですね。これ沢渡君に召喚ムービーがあるモンスターなんですが、これはね1ターンに、一度召喚特殊召喚成功時にちなみに相手は魔法トラップのカードの効果発動できないよっていう効果書いてあるんで、まあ、これ特殊召喚ペンテロ召喚とかした時にそこらし落とし穴とか、そういうのを踏むことがありません。そこらしを踏まないペンテラモンスターは結構強いね、で1ターンに一度自分のメインフェーズデッキから魔界台本をセットできると。でしかも通常魔法なんで、この辺の魔王の降臨とかはだからセットしたターンにすぐ発動することができるということで、まあ、ビッグスターを、まあ、特殊召喚ペンデラム召喚していって、魔界台本をセットして魔王の降臨とかで相手を割ってぶん殴っていくっていう感じの構築になりますね。はいで、ワイルドホープがこいつペンデラム効果でもう片方の魔界劇団のカードをペンデラムスケール9にできるよっていう効果を持ってるんですよ。だから基本的に、まあ、メロマドンナとワイルドホープっていう2枚を揃えて、でワイルドホープの効果でこいつの、まあ、スケールを9にして、で2から9でペンデラム召喚していくっていう、まあ、感じの流れに基本的にはなります。はい、で、耐久力が結構あってね、このワイルドホープとかあとサッシールイキとかはこれこいつは、戦闘効果で破壊されるとデッキからワイルドホープ以外の魔界劇団だったら何でもカードを手札に加えるよっていう効果、それから、サッシールイキはこいつ1ターンに一度戦闘効果で破壊されなくて、このカードが、ペンデラムゾーンで破壊されると、相手フィールドのレベル4以下のモンスター1体対象で破壊するっていう効果ですね、モンスターは。でさらに、こいつが相手の戦闘効果破壊されるとデッキからサッシールキー以外のレベル4以下のモンスターを特殊召喚できるみたいな。だからサッシールキー破壊されたワイルドホープ特殊、ワイルドホープ破壊されたワイルドホープでサーチみたいな感じの動きになるんで、意外とね硬いです。はい、効果破壊とか戦闘破壊に対しては。ただ今のデュエルリンクスの環境って、まあ、除外バウンスもうどっからでも飛んでくるんで、ぶっちゃけこの効果は過信しない方がいいです。これセットして耐久できるほど低速な環境じゃないから、一応デビルヒールっていうこのエヴァンゲリオンの使徒みたいなモンスターはこれモンスター効果で、召喚特殊召喚に成功すると相手のフィールドのモンスターの、打点を下げることができるんで、一応これでぶん殴ることもできるよみたいな。だから打点高くて対象に取れないみたいなモンスターでも、まあ、こいつで、まあ、打点で抜いていくことができるみたいな感じですね。はいでこのデッキの弱点はとにかく高校デッキなんですよ。とにかくやってることが高校デッキ、先行やることマジないんですよね。先行制圧はしないんで、高校でぶん殴っていくデッキなんで、だからもう先行に頑張り高校に頑張りしていくしかなくて、じゃあ先行どうやって耐えるかと、やっぱりね圧倒的最強先行魔法カード大熱波これと、あとカイトロイドですね。これでライフを守って、実質先行を後攻にしていくっていう、まあ、そういうデッキです。で、バックマジで踏めないんですよ。メインギミックで、後ろを割るカードないんですよね。後ろを割るカードないんで、サイクロンをガン積み。で、ブルームディーバーめっちゃきついんで、ブルームディーバーを処れるように、ファンタジーマジック。これはね、そのモンスターと、戦闘を行う場合、魔界団とモンスターの戦闘を行う場合、破壊されなければ、なんかバウンスできるよっていうカードなんで、なんかハイパーハンマーヘッドみたいな感じですわ。うん。ハイパーハンマーヘッド知らんかまあちょっと難しいけど、まあ、このバウンスできるよっていう効果が結構強いんで、まあ、これで、まあ、ブルームディーバーとかの回答を、まあ、用意していくみたいな。まあ、ビッグスターでサーチできるんで結構強いです。はい。そんな感じの、デッキとなっております。先行は結構プレミですが、なんとかして頑張っていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方。おお、社長、お疲れ。俺もランサーズに入れてくれよ。俺もランサーズに入れてくれよ。俺もヤリサーの姫とやりてえんだよ。ランサーズちなみに知ってます？なんだっけ、月光使いのさ、セレナちゃんいるじゃないですか。セレナちゃんがね、なんかね、エンディングでね、なんかそのランサーズのね、男どもに囲まれてなんかふわふわしてるから、なんか、ヤリサーの姫って言われてるらしい。セレナちゃんが。その話めっちゃ好き。スワラルスライム、はいはい、いいよ。スワラルスライム、バフォメット履いてるパターン。なるほど。ストラクチャー買った人が。結構ね DD ってめっちゃいいデッキで、なんかストラクチャー買っただけで遊べるんですよ。ある程度ストラクチャーで結構関係するんですよ。まあ、ちょっとテムジンだけなんか確か入ってないから、テムジンだけはなんか新しいボックスストラクチャーじゃなくて前のボックスを向かないといけないみたいな話はあるんですが、出たドトーオシーザ来た。こいつは確かなんかバトルフェーズに蘇生するみたいなね、破壊されたモンスターを。で、なんか墓地を送られるとなんか契約書カードサーチっていう効果を持っております。ああ、強えな。なるほど、割と強いやんけ。地獄魔の契約書いいだろう。割と強そうな動きはしている。で、契約書、はい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 、なるほどですね。契約書の効果、契約書でオルトロスを持ってくれ、いいだろう。ああ、防御だ面倒。いやでもね、これモンスター増やせっから、いや意外と強いと思う。これサイクロンか、まあいらねえや。とりあえずメローマドンナをペンデラムスケールにセット。メローマドンナがマジでエアーマンだから、ほんとメローマドンナゲーみたいなとこあるんですよね、魔界劇団って。これがエアーマンなんで、メローマドンナの効果、そうメローマドンナの効果で、まあワイルドホープを持っていくしかないね。これはワイルドだろうを持ってきていく、うん、ワイルディングホープ、ワイルドホープ、魔界劇団ワイルドホープはペンデラムスケールのもう片方のペンデラムスケールを9にするっていう効果を持っています。ペンデラムスケールにセッティング、さあ行くぜ。いや、ペンデラムスケールでペンデラムスケールを持ってこれる、これが楽しい。非常にワールドホープの効果発動、もう片方のペンデラムスケールを9にしていくぜ。ちなみにこのフリーチェーンは多分ドトーオシーザーの効果です、はい、ドトーオシーザーは効果で効果が発動して、フリーチェーンで発動することができて、なんかその破壊されたらそのモンスターをなんか墓地から蘇らせるみたいな効果あるんですけど、でとりあえず2体のモンスターをペンデラム召喚。メローマドンナ召喚ムービーいくぜ。みんな覚悟はいいかい。ビッグスター、かっこいいのかな。ちょっとかっこいいのかどうかわかんねえや。で、はい、からもですね、非常に最強効果を発動したいと思います。魔界劇団ビッグスターの効果によってデッキから魔界台本を1枚選び、フィールドにセットできる。魔界台本をセットできるぜ。ちなみにレベル7以上のモンスターがいるとこのカードの発動に対し相手は効果を発動することはできない。どうするシーザー。お、使わなくていいのか。シーザー使わないところお前チェーン許さず破壊するぞ。魔界台本魔王の降臨の効果を発動。フィールド上の攻撃表示の魔界劇団モンスターの数まで相手のモンスター表側のカードを破壊していく。おら、くったばれ。はい、どーん。よし、メロマドンナは魔界台本が発動した場合、デッキから魔界劇団モンスターを特殊召喚できる。レベル4以下の、さあ大丈夫か。1枚バレてるぞ手札。お前そんなクソみてえな電化して大丈夫か。ワイルドホープいいの。ワイルドホープを特殊召喚。あいつの守備力が確か1800だな。オルトロスのワイルドホープの効果を発動。ワイルドホープは効果を発動して打点を上げることができるぜ。最強だ。バトルフェイズいくぜ。まず1900ダイレクト、実質ダイレクト1900でオルトロスを出すしかないだろうな。オルトロスを出さないと負けるからな。オルトロスの守備力が1800、つまりメローマドンナで破壊することができる。じゃあな、やはり魔界劇団は最強だった。やはりこのデッキは最強だ。俺が最強。俺の名前はアルティメットスーパーハイパーウルトラリンクスネオニューサワタリ。そう、モンスターじゃない。おうイエスおうイエス。さあお相手の方、城之内克也、象のうんちくんですね、通称。よろしくお願いします。3倍レッドアイズだ。とりあえず脳死で大熱波打つから俺大熱波打って効果モンスターの召喚を無効にしていく。基本的にでメローマドンナの効果発動、ワイルドホップあるから、まあビッグスターかな。自分だけさ大熱波打ってからさメローマドンナでさサーチしてくるのちょっと強くねこれ。先行マジやることないんすよこのデッキ系。本当にやることなくて、これくらいしかやることないんだよね。めちゃくちゃ弱くて、やっぱペンネラムモンスターって結局そのスケール張ってから展開するじゃないですか。その都合上手札4枚マジ弱いんですよ。なんかね、まあ、そもそもルール上手札が4枚の時点でペンネラム売る気なくて、運営が、まあ、そもそもサイクロンを入らせようとしてる段階でペンネラム売る気ないんですよね。運営マジバカなんだよね。普通にサイクロンしか来ないし、サイクロン発したらサイクロンしか来ないわ。あいつなんだ、なんかカイドウラン持ってんのかな。まあでも持ってくしかないんだけどね、結局モンスターを。これはなあ、ビッグスターかな。まあでもビッグあれだな、デビルヒルでもいいね。伊達だけし、これサイクロン環境の時点で結構きつくて、もうペンデラムスケール破壊されちゃうから、まあコズミックサイクロンじゃなくてまだ良かったみたいな感じなんだけど、もうさサイクロンサーチするみたいなさ、カスみたいなスキルよこしてくからさ、なんか売る気ないんだよねペンデラム召喚を。運営ってマジバカ、マジでバカ。局所だったらまだ良かった。はい、召喚ムービーどうぞ。局所的ハリケーンだったらまだ良かったんですけど、全然なんか狡猾な落とし穴とサイクロンとかいうなんか本当パワーカードのゴンゲみたいなカードがもう何環境に暴れ散らかしてるんで活躍できるわけないっていう。頭悪すぎ、頭が悪すぎ。実装カード俺に考えさせろマジで。でバトルフェイズでダイレクトアタック、はい、ダイレクトかましていく。なんかある何らかのカードが発動されていく守れますかね俺これ。いやーこれなんかレッドアイズな気がするな。カイトロイド、はい、誰が動画にしたか知んないけどさ、なんかクソくだらないさライトニングボルテックスかなんか打ってさレッドアイズフュージョンしたら勝ちみたいなデッキあるじゃん。あれマジくだらないんだけど、デッキ相手のそのバックと前と後ろ背負って融合するだけとかいうデッキ。ギャラクシーサイクロンいいわ。マジくだんないんだけど、デッキ動画にしたの誰だよマジで。迷惑だろあれ、どう考えても。いやレッドアイズだよね。だと思ったわ、だと思った。でも前処理されないんだ。前処理されなかったらワンチャンか。待って3000やるでしょ。これいくつある。25を殴られると700で700と1200、1900。お、生きるね。生きるわ。生きるぞ。わ、生きる。いや、生きる。全然。いける。大丈夫。25は。700でしょ。700と1200。いける。700と1200は ?700 と1200。1200ですよね。1200ですよね。ライトニングボルテックス打たれなくてよかった。マジで。危なすぎる。これはね、なかなかに強力なカードでございまして、分断くると、悪魔竜ね。バトルフェイズ終了時に、あ、そっちなんだ。なるほど。まあ、でも倒せないからそっちか。結局、あれなんですわ。この黒煙弾が撃てるんですよ。黒煙弾もどきか。黒煙弾もどき。1200番。でも耐えていく。いや、死んでなければ OK。全然死んでなければ OK。死ななければ安い。ペンデラモンスターのね、生命力、あっぶねえ。あっぶねえカード入ってた。ペンデラモンスターの生命力っていうのがどういうことなのかっていうのを見せつけて差し上げましょう。いきますよ。まずはビッグスターの効果を発動。ビッグスターの効果は一旦に一度、魔界大砲をデッキからセットに切る。そして魔界大砲はフィールド上の攻撃表示の魔界劇団モンスターの数まで相手のフィールドの表側表示のモンスターを破壊できるぜ。ういうい、そしてワイルドホープのペンデラム効果発動、片方をペンデラムスケール9にし、そしてペンデラム召喚、揺れろ魂のペンデラム、天空に描け光の枠、ペンデラム召喚。やっぱ俺ってカードに選ばれてんな。バトルいくぜ、ダイレクトアタックなんかある。お前もういい加減にしろ、お前マジでマジでいい加減にしろ、マジでいい加減にしろ。よし、クソったれがもう二度と俺の前に現れるんじゃねえ。さあお相手の方、剣道小林さんなんで剣道小林スキル掘るスキルあったっけこいつ、なんでこいつ使ってんだ。世界の人気者にしてもらう。あ、いやもう世界の人気者になっちゃってるから大丈夫ですよ。僕世界中から人気なんで、もうファンが多くて困ってるんですよね、本当に。セット、いやもうセットカードにはねサイクロンなんですよ。なるほど。いやセットカードにはマジでサイクロン。いやほんとセットカードに触る手段なさすぎて、このデッキ無理なんだけど、もう後ろがもうきつい、もう非常に前を割る効果を持ってるんですよ。まあ会劇なんて台本があるんで、魔王の降臨っていう最強の、それがねないのがねマジできついんだけど、まあとりあえずワイルドホープを発動し、ワイルドホーピングをペンデラムスケールにセッティングし、ペンデラムスケール、いやーこれ何も光んねえの怖すぎだろ、何も光んねえの怖えんだけどマジであいつ何、いやもう行くしかないでしょ、でも行くしかなくね。因果切断とかであってくれ。ビッグスター行け、ビッグスター、俺のことよ、まさに俺のこと、ビッグスター大きな星、まさに俺のこと。あ、俺っていうのは沢谷さんね、うん、ネオニューハイパーウルトラスーパーアルティメットリンクス沢谷のことね。はいはい、おい、いやなんでさ、伏せには触れないの、魔界台本で。魔界台本セットカード割るカードないの。ちょっと俺魔界劇団あんま詳しくねえけどさ、セットカードを割るカードってのないんですか。とりあえずサッシールーキー行くしかない、指原莉乃を召喚していくで、これでバトルフェイス入っていく、通れ、うわ